第9試合はデモリッションウーマンホットランニングと題してお送りします。赤コーナーの長谷川早紀江選手です。さあ今日関西との対戦ワクワクしますけれどもね、はい、大きな大会で他団体のトップの選手と対戦できるのはすごい大きなチャンスだと思うんで、そのチャンスを絶対にものにしてそばと顔面に叩き込みます。期待してます。頑張ってください。そして青コーナーは JWP ダイナマイト関西選手です。さあまた今年もこの大きな会場に戻ってきましたね。そうですね、ホッター選手とシングルやったことをすごく懐かしく思いますね。今今日はいかがですか。今日はですね、すごい今勢いのある選手ということをよく聞きますんで、勢いのある選手というのはすごい怖いもの知らずですからね。いくら自分がベルトをもしいくつ持ってたとしても、いくら自分が強くても勢いのある選手に負けることだって考えられるんですよ、うん、だからそうですね、今日はもう、そうだな、関西なりに戦って、長谷川選手がどこまでついてくるかを楽しみにしてます。はい、激突が楽しみです。続きまして赤コーナー、全日本女子プロレス長谷川早紀江選手の入場です。第9試合デモリッションウーマンホットランニング60分一本勝負を行います。青コーナー JWP 180パンスダイナマイト関西。赤コーナー全日本女子プロレス160パン長谷川早紀江、レフリー村山大地。さあ第9試合です。デモリッションウーマンホットランニング長谷川早紀江対ダイナマイト関西。なんともフレッシュと言いましょうか、どうなるのかなという感じのね、今日の第9試合であります。非常に楽しみなシングルマッチであります。斉藤さんもこれ試合前非常に楽しみにしてたわけですけれども、一番楽しみです今日、なぜかこれどんな試合になりますかね。やっぱりそうですね、長谷川にとっては大きなシングルだと思いますよ、ね、まずは張っていったのは長谷川早紀江。関西が怒って張り返したが、ラリアットをかわしてソバットもかわした、そしてハイキックをかわして、うわ、思いっきり張った左のほっぺた。上背のある長谷川の顔面へキック、そして高角度パイルドライバー。両者とも非常にカラフルなニューコスチュームで登場してまいりました。今日の第9試合のシングルマッチでありますけれども、未知との遭遇か、この長谷川とダイナマイト関西。とにかく長谷川は蹴られても蹴られてもどこかに勝機を見出していかなければいけない。本当あんまりもらってからじゃしょうがないんですよね、蹴りとかもね、まあ、その辺のディフェンスもかなり考えていることでしょうけれども、長谷川自身もだいぶこの関西戦というのは楽しみにしてたようですよね。そうでしょうね、今年の長谷川選手は、はい、たくさん大きなシングルマッチが待ってると思うんですよね、もうすでに山田選手との語り草になってる、格闘技ありました、はい、それからアジャ様との死闘です ね、大阪でもってやったあのシングル、まあ、死闘という意味ではこの試合も死闘になる、もうこうなんかね、そういう展開になりそうな予感がするわけであります。リング中央余裕を持っての逆エビ固めダイナマイト関西。ちょうど今目前で JWB タッグのベルトが前所に流れていったの、たった今見たばっかりのこの関西ですからね。
さあそして、たった今到着してもらいました、第9試合のゲスト先ほど、試合をしたばかりという堀田由美子選手です。よろしくお願いします。お願いします。あーものすごいキック。堀田選手、この関西長谷川の試合どんなところを注目してますか？やっぱりあの関西が追い込むのをどこまで長谷川が耐えれるかですね、はい、耐えれるか。あーうわーはー、あー顔面キック、すごいですよ。耐えるんですよこの子は。アジャともいい試合しましたよね、蹴られるのが入るっていうのもなんなんですよね。っていうか蹴られるが、蹴られるのが好きみたいですよ。そうですか、はい、自分蹴られるの好きなんです。うわ言ってましたよ。ちょっとおかしいですよ。好きってことないでしょうけど。いや堀田選手に蹴られるの好きですっていう人もすごいですけどね。自分蹴られるの好きなんですとかなんか平気なんですね。でも蹴られて頭当たったら、いつも記憶喪失になってましたよ。まあそれにしてもこの関西の蹴りをまともに受けていこうというその長谷川のまあ意地にはね感服するわけですけども、おっとロコモーションダブルアームをなんと巨漢ダイナマイト関西に見舞っていくこの長谷川崎へのど根性であります。あーしかし3回投げたところで関西が、あっ、うーん、場内惜しみない拍手はカウント2。長谷川真っ向から攻めていこうというこのね関西戦ですが、エルボー一発、あっちょっとこのニールキックは外れた、まあ、脳天あたりをかすったっていう感じですね、はい、さあがっちりと首を固めていくダイナマイト関西。まだここまでは関西の方に若干余裕があるという感じがしますけれども、でもわけわかんなくなってからが長谷川選手の面白いところですから、なかなかこう切れるまでにね大体言いますけれども、時間のかかる選手ですから。先日の後楽園の山田選手の時なんかも、うん、もう終わってるだろうと思ってから反撃始まるというすごいところがあったんで、怖いですよね、まあ、今日もそういうところ見てみたいですよね。将来も重になるでしょう、うん、すごいですよねこの今のあれだったら。いやもうすでにもうねほとんどメインイベンターとしての一歩一歩ね階段を上り詰めて順調に育っているというこの長谷川崎ですから、まあそういった意味ではこの大舞台での関西とのシングルマッチというのは本当に長谷川にとっては非常にこうチャンスですよね。こっちから食い込んだ、あうわあボコ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 ものすごい音がします。容赦ない蹴りはダイナマイト関西。5分経過、あっと危ないカウント2。今ちょっとあの首が悪いんですね。それはあ、そうですか。結構あのよく痺れてますよ、蹴られたりとかして。うーん、あーそうですか。このあたりねちょっと相手が関西だけにね、まあ、万全の体制でなかなか望めないのがこの女子プロレスなんですけれども、厳しいところがあります長谷川崎へ。なんかバネがあって動いてるから大丈夫そうですね。お、蹴り返すか、関西を蹴り返すか、ストンピングストンピング後頭部、ちょっとプッツンきましたかね。どうですかね。あー顔面へドロップキック、素晴らしい側頭部へのドロップキックでありました。さあリング外、さあ関西が若干間合いを取った、うん、まあ、関西もこの辺りね長谷川が切れたのが分かったんでしょうか。ちょっと間合いを置いて試合を沈静化した、そんな感じがいたします。向かい合ってるだけで迫力ありますね、うん、今なんかね、うん、そうですね、うん、体も変わ、そんな上背は変わらないでしょう、はい、ほとんどなんか立ってるだけで迫力を出せる選手になりつつあるんじゃないですか長谷川は、長谷川の虹色のコスチュームもね非常にきらびやかであります。さあ手四つの力比べ、本当に関西に真っ向からぶつかるこの長谷川、おっと
くるっと回って逆に腕を取った。オーソドックスですね、これ。割と昔のプロレス で, プロレスで久しぶりに見たな、この展開ですけどもね。サイドバスター、一つ一つの技に重みがあります。ダイナマイト関西、確かに本当に一つ一つ重そうですね、関西の場合は。うっ、これを食ったら危なかった。顔面へキックしてフェイスクラッシャー。このミサイルキックも強烈。さあカウント、まあ、それにしても関西にもこういった長谷川のような上背のある選手っていうのはJWP の中にはいませんから ね, そうですね。なかなかある意味で戦いづらい部分もあるでしょう、まあ、今のなんか要するにアジャ選手とか、山田選手とやった場合、割と格闘技っぽい試合っていう印象が強いじゃないですか、はい、そうかなと思うとちゃんと今のフェイスバスターとかミサイルキックとか、はい、ドロップキックとか、うん、プロレス技で来るんですよね、長谷川って、はい、うん、おっ、腕不思議、腕不思議、今あわや関節が伸びきってしまったかという感じだったんですけれども、すかさず腕を取った関西。リング中央、よいしょ、長谷川が渾身の、ね、力を込めてますけれども、しかしこれが外れると関西も関節技一瞬にして決まってしまう可能性もあります。嬉しい、逆十字に行こうという長谷川先、うん、根負けしたか。さあダブルアーム、あーあっさりと返されたが、お、腕不思議が九十字を逆に返していこうというダイナマイト関西。今急いで長谷川もすぐ手クラッチ取ったし、ね、同じ展開ですから取られたら恥ずかしいじゃないですか、やっぱり。まあ先ほどから目には目をの展開、やられたらやり返すという展開であります。引きを取らないですね、全然引き取ったんですね、はい、今のところね。ここまで本当に一心体立派なものですよ。立派なものですか、はい。まあ、堀田さんとね、関西とのシングルマッチっていうのも本当に手に汗握る。去年ここでしたもんね。去年ここで、ちょうど1年前。だからこれが私って感じですよね。ああ、この試合が、ああ、なるほど。そうですね。だいたい最後から、ね、そうですね。そうですね。はい。はい、本当やりたかったんですけどね、今年。ああ、再戦をね。再戦を、はい。まあでも近々またあるでしょう。シングル。そうですね。うん、やりたいですね。10分経過。関西の顔面を今度は長谷川が蹴っていった。この辺りも本当に長谷川ね。長谷川の空手をね、10年近くやってるじゃないですか。はい、あ、だから一番本当はあれなんですよ。強い。格闘技はね、に蹴らないんですよね、はい、あんまりそういう蹴り方は。はい、あ。えげつない側頭部へのスライディングキック、どうでしょう、この堂々たる風格。長谷川崎リングを反襲した時のね、顔つきなんてのはもうすっかりメインイベントですけれども、あと脇固め、よく見たいた関西。水着のせいかもしれませんけども、長谷川選手の体の張り具合が井上京子みたいですよね。あ、なんかパンパンアップしてるというか、なんか、うん、パンパンの体、うん、あー串刺しラリアット、これも関西の得意とするコースであります。ノーダンライトに行こうという関西を肘そして膝で連打してロープに振り合って、あ、裏投げを狙うのか、ジャーマン高角度、すごいブリッジ、軽々と関西持ち上げましたよ。ここで息を抜かずに、そうですね、さあソバットだ、得意のフルコースか、長谷川崎へローリングソバットに連発を、落ち着け落ち着け、関西大魔人のように起き上がったぞ今。いや、しかし今のはヒットした、まだ行く、あー、これはこのセンター、これ何発でした、今4発目でやっと倒れました。
いやしかし関西もねアンダーテイカーのように起き上がってきますよ。でも最近のあの長谷川のソバットは効きますよ、はい、昔あのどこに当たってるか分からなかったんですけど的確に顔に来ますね、はい、ます高角度裏投げ。まあこの長谷川の裏投げほぼバックドロップ気味にね後頭部を通過する技になってきましたけれども、長谷川の殺人フルコースメインフィニッシュへとね誘うプロローグだったんですけれども、そうそうやられてもいられないダイナマイト関西 DDT。 ああ同時目スリーパーか。一連の格闘技戦であわやというこのシーンが何度もありました。長谷川崎の同時目スリーパーリング中央落とせコールだ、落とせコール。関西大丈夫か。おリング中央微動だにしないダイナマイト関西、その表情はどうか。チョークだってことですか。チョークですか。あチョークスリーパー、うん、チョーク入れてチョークよな。いやー今どうあのチョークスリーパーって物議を醸してますからね、いやいや長谷川起きて破りのチョークスリーパー。うわーすごい、もうすごい音がした。ちょっとすごすぎるぐらい、チョーが飛び出したかというね。あ関西どうやらもうこれこまでかというブラッシュマウンテンのコール。あしかしこれは長谷川が逆さ押さえ込みだ。そのままか固め込み危ないぞ。見ていけ長谷川。いやースプラッシュマウンテンを食っては長谷川も終わりですから。あ足が待っていた、手が待っていた。カウント、うん、ラリアットが強烈にヒットして、そしてバックを取ってバックブリー、あバックドロップを体を預けた長谷川。さあそろそろ消耗戦になっていくのか。注目のシングルマッチ、もう一回チョークスリーパーを狙おうという長谷川崎へ、うん、あーすごいキック、関西怒りの顔面キック。堀田さん今の関西の蹴りどうでした。そうですね、やっぱりアーコナクチャね、関西のアーコナクチャ、はい、うわきついですよね。それにしてもえげつないですよね。あダウンですか、ダウンですか。あ非常にもその長谷川危ない。あーすごい、今度は喉元ですよ。あー切れたか長谷川、うん、なんか今切れかけましたところ、鳥肌もんだったですね、危ない危ない。いくらあの蹴りの受けが好きでもあそこまでやられたら、ね、そんな好きって言ったってね限界ありますでしょう。いやそれにしても今よく返しました長谷川崎へ。あースプラッシュマウンテンをかわしてチョークスリーパー。あー関西パワーで返していった。終わりじゃーという、終わりだと、終わりじゃんと、ショートベンがなんとバックドロップ高角度、超高角度バックドロップ、カウント2で起こして、さあ満を持してスプラッシュマウンテンか。もう余裕ですね、思いっきり身を切って見せたダイナマイト関西。 JWP のエースの意地か、高々と抱え上がった長谷川の表情が朦朧としている。スプラッシュマウンテン、カウント3。やはり最後はスプラッシュマウンテン殿下の宝刀長谷川、何度も何度も顔面に蹴りを食らって耐えたんですが、最後はやはり力が尽きたが、いやそれでも長谷川選手の頑張りは素晴らしかったし、はい、ダイナマイト関西の実力もさらに素晴らしかったということじゃないですか。堀田選手どうでした。そうですね、
やっぱりもう少しパワーが足りないですね長谷川。いや私が倒してあげます、まあ、これは、まあ、現時点での試合結果だから、はい、長谷川選手やっぱりまだまだ走りなんか、ね、もっともっと上がってくる選手だから、はい、そんなまだまだ先はありますからね。そうですよね。でもこれ、まあ、来年分かりませんよね。そうです。ここまで ねやってるっていうことはできるということは素晴らしいことですよ、ね、それに、はい、恐ろしいことに観客の、まあ、ほとんどと言ったらおかしいですけども、まあ、ほとんどに近い形で長谷川を中心に試合見ちゃってるんですよね。あ、関西よりも長谷川がどこまで食らいつくかというところですよね。でも最近長谷川ね調子いいですからね。いやーすごいですよ。ここであの勉強してまたさらにもう一個ぐんぐん上がってるんじゃないですか、ぐんぐん。今がっちりと関西と長谷川学習、場内の歓声に応えるダイナマイト関西。いやーそれにしても今片膝をついてうなられる長谷川ですけれども、よくやりました長谷川咲。そうですね、これ長谷川にやっぱりあれですね、日本バンドコーポレーション株式会社代表取締役、本当に毎回そうですけれども、長谷川の試合を見るたびにこう末恐ろしさというかね、そういうものを感じざるを得ません。でもなんかあまりにもフラフラしすぎてちょっと心配っていうのもありますけど、長谷川常にフラフラしてるいつもですね、まあ、それだけ完全燃焼してるんじゃないですか。そうですねさあ今勝利を挙げたダイナマイト関西に勝利者賞が贈られ、ゆっくりとリングを後にします。今日の第9試合デモリッションウーマンホットランニング、注目のシングルマッチはダイナマイト関西がスプラッシュマウンテンで長谷川咲を一周した試合でありました。ダイナマイト関西選手に来ていただきました。おめでとうございます。最後は本当いいシーンを見せてもらいました。いやもうスプラッシュマウンテンはご挨拶程度に。でもまたあの終わった後にね、長谷川咲をこう引き寄せてっていうところはとってもねいいシーンだと思うんですけども。そうですね、もしああいう子が JWP にいたら私がしごいて育てたいなと思いますね。はあ、うん、それは彼女のことをかなり認めた発言ですね。そうですね、唯一うち人少ないんで欲しい選手の一人です。そうですか、彼女聞いたら喜びますよ。そうですかね。おめでとうございました。ありがとうございました。関西選手のスプラッシュマウンテンどうですか。きついですよ、まあ、それもあるんですけど競輪がやっぱりきついですね。そう、見栄でやっぱり途中ちょっと頑張っちゃったんですけど、頑張っちゃったら頑張っちゃっただけ倍になってきましたからね。やっぱりでもそれでもそう思われただけ今日は、関西選手の頭の中に残ってもらえれば。どうもありがとう。ありがとうございました。どうもありがとう。ありがとうございました。本当今日はあの気持ちいい試合をさせていただいて本当に光栄です。また頑張って、はい、やろうね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもすいません、失礼しました。